青木健は、日本のメモリーアスリート、指導者、メモリースポーツ元日本チャンピオン、世界記憶力グランドマスター、ブレインスポーツアカデミー代表、日本メモリースポーツ協会会長、都立富士高等学校、明治大学農学部卒、東京大学大学院総合文化研究科在籍、明治大学農学部4年時に記憶力日本、選手権大会で優勝し、 日本チャンピオンに、その後、様々な国際大会で好成績を収める。大学卒業後、株式会社福音館書店に就職。その後脱サラし、現在は東京大学で脳科学について研究を行いながら、記憶術やメモリースポーツ、ルービックキューブなど、脳のスポーツを教えるスクール B サを運営している。日本のメモリーアスリートのパイオニアとして、 アジアを中心に活躍している。メモリースポーツ、日本チャンピオンの平田直也とは、指定関係にある、日英館のトライリンガルである。元世界チャンピオンのヨハネス・マローと信仰が深く、著書にヨハネスについて記載してあり、ヨハネスの運営する、メモリースポーツ TV にゲストコメンテーターとして、たびたび登場している。大学受験時には、医学部を目指していた。 メモリースポーツの大会での主な成績 AB エキサイトビット総合法令出版ツイッターありがとうございます。